世界のすべてを滑る神がいました。名をブーニベルゼと言います。ブーニベルゼは母なる女神ムインを倒して世界を手に入れました。ムインは目に見えない世界、不可視世界に消えました。ブーニベルゼは悩み多き神でした。世界は有限で、すべてが滅びる定めにあるからです。彼はこれを不可視世界にいる母ムインの呪いだと考えました。滅びの呪いを解くためにブーニベルゼは考えた末、ムインを倒すことにしました。母の待つ不可視世界へたどり着くために入り口を探さねばなりません。ブーニベルゼは自らの意志を抽出しパルシを作り出しました。初めに作られたのはパルシ・パルス。パルスの使命は世界を切り開き不可視世界の扉を見つけることでした。次に作られたのはパルシ・エトロ。ブーニベルゼは誤ってムインそっくりにエトロを生み出してしまいました。その姿を恐れたブーニベルゼはエトロに何の力も与えませんでした。代わりに作られたのがパルシ・リンゼです。リンゼの使命は様々な脅威からブーニベルゼを守ることでした。ブーニベルゼはリンゼに時が来たら起こすように命じ、クリスタルとなって長い眠りにつきました。パルスは世界を広げるためにパルシとルシを作り出しました。リンゼは世界を守るためにパルシとルシを作り出しました。けれどエトロには何もすることができませんでした。孤独になったエトロは自らの姿に似た母のことを思いました。エトロは自らを傷つけて血を流し消えてしまいました。流れたエトロの血から人間が生まれました。人間は生まれては死ぬだけの存在でした。目に見える可視世界の存在が滅びるのは呪いではなく定めでした。世界の総和は定められていて、可視と不可視の世界が分け合っています。その均衡が崩れればやがて世界は崩壊してしまいます。ブーニベルゼの母ムインには定めを止める手立てがありませんでした。彼女は不可視世界の混沌に飲み込まれようとしていたのです。消えゆくムインのもとへエトロがやってきました。ムインは世界の均衡を保つようエトロに伝え、混沌に飲み込まれました。エトロは愚かだったのでムインの言葉の意味が分かりませんでした。孤独になったエトロは混沌に飲まれていくだけの人間に親しみを覚え、人が死にゆくとき微笑み混沌を送りました。人間はエトロに送られた混沌を心と名付けました。心は力になるはずでしたが、人はまだそれを知りませんでした。やがて人はパルスを全能の支配者、リンゼを守護神、エトロを死神と考え、心という不可視世界を抱えて暮らすようになりました。人が混沌を抱えることで世界の均衡はかろうじて保たれているのです。クリスタルとなったブーニベルゼは眠り続けます。永遠が終わる、その時まで。